横浜の動くガンダムというのが世界最大のヒューマノイドロボットとしてギネス記録に認定されたというニュースを見まして、昔は僕は中学生くらいの時に日本のタカラトミーが世界最小のヒューマノイドロボットの記録を取ったというニュースを見ていたため、現在はどうなっているのだろうと確認したところ、海外の人に記録を更新されているということが分かり、またなんか世界最小のヒューマノイドロボットの記録を日本に取り戻したいと思って開発を始めました。昔から漫画やアニメの作品で手のひらサイズのヒューマノイドロボットを戦わせるという対戦ホビーが描かれていたんですけど、手のひらサイズのヒューマノイドロボットができたので、その作品中のホビーを現実化しようと考えています。